かは諸の物質、勝負の節句石合戦を描く石合戦とは、戦国時代の合戦を模して、二手に分かれて石をぶつけ合うこと。5月5日には行事として行われる。陰地、印十字、小石打号、迎か歴、氷石などの呼び名もある。始まりがいつのことであるかは判明していない。民族学者の折口忍村によって説が挙げられたが、 日本古来の習俗であるとも、外国習俗がトライしたとも言われるが、確証はない。左右に分かれた人員が相手陣営に対して小石を投げ合うが、素手で投げるだけではなく、投石器や竹の棒を使って、より強力により遠くに投げる工夫も行われていた。日本三大実力には、元業五年に子供らが計の一条で大規模な合戦国こをやったと記載されているが、 これが石合戦であろうと推測されている。以降も石合戦は記録され、少し下る鎌倉時代初期の原平清水期などにも記述がある。子供たちが行っていたが、大人が加わることもあり、頑丈な石を投げ合うため死亡者、負傷者が出ることも少なくなく、大規模な喧嘩に発展することも多かった。鎌倉幕府三大出権北条安時などは、 向かいつぶてを禁止する条例を発布した。この頃の石合戦は神仏に奉納する、神仏の意志により開催される、とする意味合いもあったようであり、終わり国の厚田神宮などの各地の寺社や、京都の社寺の祭礼において、行事の一環として石合戦が行われていた例が、多い。安時の金星により石合戦を行えなくなった、京都の州が、管喜三年に大飢饉が起こったのは、 石合戦を禁止したからであるとして、安時及び鎌倉幕府に対して不満を持ったため、安時が石合戦の禁令を緩めたとされる記録が残る。前出の厚田神宮の祭礼では、正月5日の開催であるが、勝負を刀に見立てた、勝負刀で殴り合う勝負だと同様に、5月5日の丹後の節句の恒例行事となっていたようであり、平安時代後期に、 お白河法王の命により、飛鳥かいまや時は三つながらによって制作された、当時の京の宮中及び市中の風俗や年中、行事を描いた絵巻物、年中行事絵巻には、正月と五月にそれぞれ石合戦が描かれている。慶安元年、北村紀仁線で刊行された廃海本、山の井には、松永提徳の句として、石を打つ。 インチは5月5日なりが収録されている。勝負インチとも記載されるが、これは左右に分かれた子供たちがまず印字打ちをし、続いて勝負等で切り合うという進行であり、つまり石や弓で遠距離攻撃を行った後に近接戦闘となる実際の合戦と同様の進行であった。一説によれば、戦国時代の大名である織田信長も幼少時代にこの石合戦を好み、 近隣の子供らを集めてよく行ったとも言われている。また、隣国の正大名であり、幼少期は今川市の日ご下にて、駿河国で育った徳川家康は、同じく少年期に住まい近くの安倍川の河原で、行われた少年たちによる石合戦を見に行き、少人数の側が勝つと言い当てた。これは、大人数側は勝つに頼んで、少人数側を侮り、少人数側は、 数の劣勢ゆえに仲間が協力し合っている点を瞬時に見抜いたからだと言われている。このように戦国時代の気風において石合戦は遊びの上で模擬的な実戦として季節を問わず行われていた。これら少年同士の石合戦でも当然ながら死傷者が出ることがあり、真田幸村の次男であった主審は京都での5月5日の石合戦に参加して、 死亡したと記録されている。戦国の気風も終わりを迎えつつあった江戸時代初期、随筆、慶長県文集には、下宇佐国と武蔵国の子供が、国境の隅田川を挟んで、石合戦をしたとする記述がある。これらの大人も加わったような大規模な石合戦は、しかし、太平の世である、江戸時代を迎えると、その危険性だけが問題視されることとなり、 第三代聖医大将軍徳川家光の頃の官営年間、正式に一応は禁止された。以降は、子供が行う小さい行事や遊び、及び祭礼や、神事の際に行われる行事のみとなる。それらの石合戦も、明治、さらに第二次世界大戦以降は、全国的に行われなくなり、自社の祭礼における石合戦も多くは行われなく、なった。 現代において石合戦は一部地域に残るのみである。地域によって正月15日に行われたり、神社の祭りなどの法教を占いの場合、6月や7月に行われる例も見られる。その場合、カット村の方が豊作になるとし、また陶石が水田に跳ね込むのを吉兆とする。厚田神宮では正月15日に行われていた。他方、水の権利、 土地争いなどを解決する手段として石合戦が採用されるケースもあった。神々が石合戦を行ったという伝説として以下の話が語られている。参考は、柳田国を、日本の伝説、角川文庫開藩15藩1977年ピアニッシュも、125から126、越中国船倉山の神、姉備目は、能登国伊する義産。 一種流キビこの奥方だったが、後に、ま木山の神、と飛めを妻としたため、二山の間で嫉妬による争いが起こった。布、倉山の布装備目は、姉装備目に加勢し、鉱山の顔と刀彦は、と飛めを助け、大きな新鮮となり、国中の神々が集まり、仲裁なされた。一説に、毎年、10月12日の祭りの日には、 船倉山と伊ルギ山の石合戦があり、船倉の権限がつぶてを打ちたまうゆえ、この山のふもとの野には小石がないのだとされ、逆に岩倉に多いのは、その投げた石が落ちたためとされる。この越国神話は、富山藩士が文化十二年に記述した、公開前、泉通録に書集される。江戸期に記録されたため、五歳打ちという表現が用いられており、の飛び目が、 カオットガタナの助けを借りた際、波を高くして、投石を不正だと記述される。考古学者の森光一は、越国の女性勢力の強さを象徴した話と見る。ありがとうございます。